ただによる K-1 ワールドカップにスーパーライト級タイトルマッチを迎えます。青コーナー挑戦者、170センチ、 64.8キログラム、 日本大和チーム、KO、 合気道すら今は刀に、大和哲也。赤コーナー、175センチ、 65.0キログラム、 日本 K1 ジム恵比寿、 K1 ワールドグランプリスーパーライト級王者、モイリーマサーキー。それでも K1 のベルトは遠いぞと、チャンピオン、ノイリーマサーキです。岡田敦子、西村仁、テレビ山根山さん。埼玉スーパーアリーナ、メインアリーナの K-1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチ、65キロリミット、3分3ラウンド、延長1ラウンドが用意されています。2人は視線を合わせません。同じように少しうつむき加減、下を向いたまま、いや余計な情報はもう必要ないという、そんな意思表示かのようです。最高の試合を、最高の試合を、その言葉にグローブを合わせました。さあ解説は関根勤さん、正人さん、久松郁美さん、中村拓海さん、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今祈りを捧げて門根を外します。そのムエタイの象徴でもあるパーツを外して解き放たれる大和哲也、そして王者、新時代の怪物ノイリーマサーキ、赤いグローブです。さあ、関根さんに伺いましょう、はい、愛知県出身同士、もうお互い普段から仲良く切磋琢磨してきた2人なんですね。はい、そうですね。しかも2人とも職人敵、プロフェッショナルですよ。その技術という点でいけば共に凄まじいんですが、素晴らしいんですが、正人さん、はい、大和のパンチ強烈ですし、重いですからね、一発で倒しますからね、特にその左ですよね。今日はあれですね、ノエルは自分から攻撃出てますね。あ、そうですね、いつも待ちながらっていうタイプなんですけど、いつもあのガードを固くして、そうですよね、それも攻撃かのようにして攻めに転じてくる赤いグローブのチャンピオンノイリーなんですが、リングの中央を取るかのようにしています。さあ久松さん、はい、ちょっとこう空気感ピリピリするようでもありますね。そうですね、宮本選手は2017の K-1 ウォーズの技能賞なので、ちょっと楽しみです。はい、お情報ありがとうございます。そして倒せるという一つ大和の特徴がありますね。膝の裏のあたり探って、その後アッパー、はい。さあ中村さん、はい、この一戦ですが、もう前日会見場も両者笑顔で握手、そうですね、もう因縁云々ではなく、はい、純粋に強さを競う2度目のぶつかり合いですね。そうですね、前回そのムエタイルールで言った時はあの本当にまあムエタイの戦い、戦い方というかそういった感じだったんですけども、今回まあ K-1 ルールですし、はい、お互いこうそんなにね、こうステップ使って出入り早くしてっていう戦うタイプじゃないので、うん、どっしり構えてこう技を交換しながらどっかで一撃で仕留めるっていうか、うん、そういう試合展開になるんじゃないかなと思いますけどね。正人さん、ノイリがこうして自分から前に前に出ているっていう、その考えの元っていうのはどんなことなんでしょうかね。まあやっぱり K-1 に、やっぱ K-1 ってやっぱりそういう感じじゃないですか、アグレッシブに行くっていう、はい、まあ、そういうこともあるのと、あとはまあお互いの手の内知ってるっていうのもあるのかもしれないですね、うん、やはり、うん、似たようなスタイルですもんね。そうですね、こうして、うん、鋭いローキック、大和も蹴りは力強いんですが、右のアッパーで対します。ボディから顔面への拳、青いグローブ、うなりを上げますと前蹴りで距離を取ってノイリー。中村さん、大和、はい、チャレンジャーなんですが、こちらもアイキックとして、そうです、ね、アイキドを取り入れて、はい、独自の戦い方も、まあ、ミドルも強い。僕も一回取材に行ったこと行ったんですけど、はい、何やられてるか分かんないですけど、向かい合った時にすごいこうなんか圧力みたいなのを感じるんですよ。あのだから本当、あのこうやって見てて分かんないですけど、ノイリ戦、おお、飛び膝、ああ当たった、ダウンか、当たっていない、当たってる、ああ聞いてる、ああこれ飛び膝入った、ノイリがダウンを奪いましたね。正人さん、ダメージ心配です。ダメージありますよ、ある、まあでももう時間ですね、はい、うん、ここで第1ラウンド終了。それを分かっていたかのような動きはチャンピオン。
入りでした。いや一瞬マサトさんその当たり具合、いやなんか当たってないと思ったんですけど当たってましたね、はい、いかほどかなと見えたんですが、いや涼しい表情をしていますノイリ。ヤマト目の色が変わったか。いや早かったですね膝蹴り、二段膝蹴りみたいな、左が入ったんですね、横から回したんですね。確かに関根さん入ってるわ、右左の動きでしたね、いやちょっと関根さん引き続き伺いますが、はい、ちょっと達人同士の切り合い、そうなんですよね。またノエリ選手やっぱり大和選手の強さを知ってるんで、自分も前出なきゃ やられると思ってたんですね。そしてダウンを第1ラウンド、まあ、いいペースですね、どれくらいダメージがあるかですよね。そうですね、大和ちょっと今まで超えてきた修羅場の数では大和これが56戦目。いやしかし引かずと44戦目のノイリ24歳、大和30歳。まあ、ノエル選手はねゲオに勝ちましたからね、全くそうですね、延長戦、再戦で結果を出した第2代王者初防衛戦です。そして攻撃力ブロックの強さもある赤いグローブのチャンピオンノイリ、それに対してさあこうなってくると久松さん、ちょっとまた戦いの雰囲気が変わってきますね。そうですね、大和選手頑張ってもらいたいですね。ああそうですか、はい、ヤマト、左、お互いそうです。でもそれでも中村さん、今日のノイリは前に前に、そうですね、この動きもこれ前に手を出して割って入るような動きがあります。右フックオーバーハンド、今日はノイリ選手も攻撃とか手数出しながら前に出てるのがいいですよね。これが新たなスタイルか、それともヤマト対策ということか。左のハイキック、左の前蹴り、膝のあたり蹴っていくヤマト。でも関根さん、わからないのはやっぱりヤマトには一撃があるということですよね。ハーフタイム、ハーフタイム、その凄みすら感じさせるパンチ。ここは右、追いかける右左、惜しかったな今の。あ、聞いた。今度はロープを制しているのはノイリの方です。いいストレート、ヤマト右ハイキック、チャンピオン。いやそれを動かず止めたかのヤマト、右です。いいパンチ入ってる、膝、強烈ノイリ。今の膝も良かったですね、ノイリ。山里さん有効だ、もうこれまた数増えましたね。そうですね、一瞬ヤマトの流れ行ったかと思ったけど、膝入れたことによって変わりましたよ流れが。ノイリがまた膝です、その痛みというのをこれ感じ取る。棒立ちになったところに顎をもう一発、ガードは硬いノイリです。左左フック、さらに連打、前蹴りでヤマトは距離を取ろうとしますが、セコンドからはまとめろという声がかかっています。残り30秒、やはりマサトさんの入りの膝強いですね。強いですね。あのどうあるか、それでも左、ヤマトには左のキックがあります。前蹴り顎へ、さらに前蹴り、それでもヤマト位置は譲らない。ここでこそと下がりません。第2ラウンド残り10秒を切った、飛び膝、大和も返す左、これは空を切る。それでもノイリパンチを返す中央、お互い拳を振るったところで第2ラウンド終了です。見応えありましたね。さあ第1ラウンドにダウンを奪われているチャレンジャーは大和哲也。関根さん、はい、熱く見応えがある中で、いや本当に見応えありましたね。大和選手がパンチで追い込むか、
ノイル選手もね、すかさず膝やパンチでね、応戦。いやー、わかんなくなってきましたね。最終第3ラウンド、ケーズフェスタ K1 ワールドグランプリスーパーライト級はアンダー65キロ。いや、お互いパンチ。さあ、マサトさんに伺いましょう、はい、ちょっとパンチでもこれノイリー効かないなんていう局面も時折ありますね。そうですね。でもまあ、ヤマトはね、ダウン取られたんでね、ダウン取り返さなきゃって思ってますよね。あ、でも山本選手がパンチでいけば多分ノイリー選手そこに膝合わすとかハイキック狙ってくると思うので、その拳ヤマトが全開となれば違った武器で、さらにカウンターも強烈なノイリー、押して押して、お互い押し合いとなります。防御の強さにも定評があるノイリー、ボディへの攻撃。いや、久松さんどう映ってますか。すごい緊張感ありますね、本当に。もう最後の最後までそこは全く変わらず、はい、ここまで来てますね。うん、おお、ヤマトが意外性も見せて、さらに前蹴りへ。マサトさん、2人のこれ距離感など随分また近くなりましたね。2人とも下がっちゃいけないと思って2人とも前出てるんですよね。飛び膝バックブローにはノイリが見せてまいります。対抗してきます。苦労して苦労して、あのゲーオに勝って手に入れたベルト、兄貴分とはいえそうやすやすと渡さないというのがノイリです。そして再戦でもあります。前回はムエタイルール、飛び膝、近い距離で今度はヤマト押して、さらに2段の膝パンチはノイリー。中村さん、お互いの得意技でも対してきます。そうですね。超接近戦、頭をつけての攻防も時間が長くなっています。お、相手の持つ武器で、そして膝でノイリーの攻撃、後ろ回転回し蹴り、空手のドライには顎を打つ、テンプルはノイリー、バックアンドブローはヤマト、さらに右の中段の蹴りでノイリーが攻めてくる。残り45秒を切りました。バンボディーのあとと共にボディ打ち、そして顔面ボディ切った、ボディですよね、多分、ボディですね、ボディ、その膝も入ってたんですよね。やはりその攻撃、ちょっとやそっとで、マサトさん消えませんよね、ヤマトのダメージ。いやー、もう消え、全然消えてないですよ。もう力入ってないですもんね。なんとヤマト哲也がこのマットに背中をべったりとつけている状態、3ラウンド。関根さん、勝負タイムは2分57秒。すごい激闘ですね。いや、両方とも素晴らしかった。いや、久松さんどうでしたか。いや、ノイリー選手本当に強かったですね。山本選手ちょっと立てなくて大丈夫ですかね。いや、本当ボクシングっていうかパンチが出るようになりましたよね、うん、明らかに今まで以上にですよね、うん、このトレーニングというのは十分積んできてはいたんですけれども、チャンピオンになって強くなってますね。やはり立場っていうことでしょうかね、これも。中村さんの今笑顔がこぼれていますが、はい、そうですね、K1 の戦いは違うんだ、たとえ相手が哲也君でもと常々口にしていましたね。そうですね、結構この試合どういう、やっぱね、お互い実力者なんで KO 決着ってもしかしたら難しいかなと思ったんですけど、これでね、ノイリー選手しっかり倒して防衛して、ちょっとね、海外での試合で一つ負けついちゃったんですけど、これでね、ゲオ選手からタイトル取って、クラッシュと K1 では2 KO なので、もうチャンピオンとしてふさわしい試合をね、見せてくれてると思いますね。しかもね、倒した相手がね、強豪、
大和哲也ですから、価値がありますよ、はい、いや全く2人がその愛知県出身、もうこのノイリが小学生時代からことあるごとにその試合会場ですとか練習場、道場で顔を合わせてきた、そんな2人口を揃えた言葉があったんですが、24歳のノイリが30歳の大和哲也を KO しています。3ラウンド残り3秒という局面で、続きまして勝者の久松さん、ちょっともうこれ顔つきが別人のようにほころびましたね。そうですね、やっぱチャンピオンは強いですね。そのベルトが腰に戻ってまいりました。スーパーライト級第2代王者、初防衛に成功、ノイリ正明、左の拳を突き出します。中村さん、でも、はい、ベルトが遠いっていうのは自身が一番感じたことですね。はい、なんですかね、最初にこう K-1 甲子園とかでノイリ選手が優勝したのを見た時にはもうすぐチャンピオンとかなるんだろうなと思ってたんですけど、ね、結果すごくいろいろ紆余曲折あって時間がかかりましたし、だからこそこうベルト取ったことでさらに、ね、こう強くなったというか、あとこうもうね、伸びしろと、やっぱ昔から活躍してるんで、こう伸びしろとかそんなに伸びるのかなと思ったんですけど、今日みたいにまたパンチの技術とか伸びてたりしてるので、まだまだね、これからノイリ選手、はい、一ファイターとしても強くなってくれると思いますね。いや、そのパンチで大和とコメントいただきたいと思います。なりふり構わぬそんな強さもありました。はい、今日はたくさんの応援ありがとうございました。対戦相手が本当にプライベートから仲良くしていただいている哲也君ということで、こういった試合内容になったかなと思っております。哲也君本当にありがとうございます、感謝します。そうですね、まあ、別に特に勝ったからといって何か言おうかなとか考えてたわけじゃないんで何もないですけど、まあ、僕たち新チームになって新名物本当にいろいろあったんですけど、まあ、これから一致団結してチームのみんなで世界一のチームにしていくんで、僕を含め他のメンバーの応援もよろしくお願いします。そしてこの後僕の僕と同い年でシンギスの防衛戦だったりとか、まだまだタイトルマッチ2つと決勝戦とかスーパーファイトとかも面白いカードたくさんあるんで、最後まで楽しんでいてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。うん、階級違いますが、チェンギス・アラゾフなんていう名前も飛び出しています。中村さん、やっぱり対世界へというところもこの後また夢は広がってくるでしょうしね。はい、またこれから、まあ、65キロ、ね、強い選手たくさんいる階級なので、またどんな挑戦者が出てくるのか楽しみですね。そうですね。また何か、マサトさん、荒々しい強さっていうのも今までちょっと町のタイプだったんですけど、今日は自分から手も出たし、はい、すごく成長したかなっていう気がしますね。2014年一度は敗れている兄貴分にこの K の新生 K-1 のリングで勝ちました。防衛成功、新時代の怪物ノイリ正明です。